はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、ノブサウンドさんのこれ毒オーディオ ST01 ね、これについての不具合報告の動画になります。ね、実はね、こんな投稿を、投稿っていうかね、これなんだね、今ね、売られてるね、VU メーターがついててちょっとかっちょいいよねってやつで、で、まあ、低音高の調整ができて、ボリューム調整があって、真空管がついてっていうね、まあ、こういうアンプになります。で、元気なおじいはこれ知りません。サンプルないので、知らないです。ただこれかっこいいのが出たよねっていうね、まあ、そんな報告もあって、紹介したことがあります、これね。それで、今回はケンケンさんから投稿をね、いただいております。寝てる間に。で、ケンケンさんは確かね、金色の P1 持ってるんだよね。まあ、あれ持ってれば本当最強なんだけどね。まあ、これここがまあかっこいいなと思って買ったんでしょうね。まあ、この動画見て ST01 を買ったのですが、ありえないレベルで致命的な欠陥があります。無音の瞬間が一瞬で回る音楽、映画、普通の動画など一度リレーがカチッと音がして切れて次に音が出るまで何秒かかかります。よってこれはアンプとしては全くしかものになりません。特にクラシックなんか無音だらけでストレスがたまります。これはアンプじゃなくストレス作成器。気になってアマゾンの評価見て見たんですが、この症状はこの人も必死に訴えていますということでね。まあ、評価がいっぱいあるっていうことは最近なんでしょう。ただおじいのアマゾンの履歴見るとね、これの購入履歴ないので、いつ買ったのかなと思うけどね。まあ、でもこれに関してね、たまたまなんだけども、数日前に実は店長とお話ししてたんだね。これもずいぶん前だよね、これね、発売したのがね、かなり前だよね。それで、実はね、窓足さんが YouTube の動画で、まずこれね、ファーストデビューだね、これね、まあこれがあるよってね、言ってくれた方なんだけど、でこうしてノスタルジアを流してるところをね、紹介してくれました。どう、調子がいいってね、元気しておっしゃらね、元気元気してね、ドカマップしてあるんだよっていうか、あ、本当だっつってね、見たんだけども、おっしゃら針がね、触れていないことに気がついたんで、あーと思ってね、入力大きくしないとおそらくいかないんだなと思ってね。なので入力をちっちゃく絞るのかな、ね、おじいも確かVU メーターついてるやつあんまり触れないんで、でもこれさらに触れないんで、見て何にも触れてないんで、でちょっと前にやっぱ VU メーターついてる縦型のやつ来たけど、あれも同じような仕様だったんで、なので、まあ、ちょっと気になったんだよね、これ全く触れてないよねってことで、まあ、音はそんな大きく出せないとは思うんだけど、おじいの場合全開でやってちょっとしか触れなかったから、多分おそらく同じだと思うんだよね。で、まあ、これについてレビュー見ると確かにね、いろいろ書かれておりましたね。まあ、音は可もなく不可もなく、ただ VU メーターが触れないのはがっかりだってこう書かれてるしね。この方の場合はね、まあ普通のアンプだよねっていうことでね、まあ外観がいいよねっていうね。で、これはね、あんまおすすめできないって書かれてるよね。出だしの音が切れるね。まあ、これについて外部ダックからね、 RCA 接続で若干解消できないわけでもないけれどもっていうことで、やっぱりストレスを感じるっぽいね。まあ、こういうのってさ、アンプ、こういうオーディオマニアの方だったら、このアンプに限らず、例えばノブサウンドさんの他のアンプとか、あと SMSL だかね、アスバライのやつとか、いろんなアンプで同じようなことっていっぱいあるよね。まあ、おそらく構造自体がほとんどみんなアップと同じだと思うんだけど、使ってるパーツとか組み合わせによって回路によってそうなるんだろうね、本当。まあ、こういう話はただただ昔から聞くよね、本当ね。まあでもオーディオメーカーとしてはそういうのがやっぱあったら、その原因は分かるわけだからね、そういう作り方をしない、だ回路を作る段階で、それをしないとか、
あと実際に売るときにテストするわけだよね、絶対ね。でそれをやって気がつかないような人、何も思わないような人が作って売ってるっていう、ここのところがやっぱりそのノブサウンドブランドがちょっと落ちてきたかなっていうね、まあそういうところにつながるんじゃないかなと思います、ね。なので、まあ、本来だったらその VU メーターって触れてなんぼなんだよね、ほんとね。あのちょっと前すぎるとブンブンブン行き過ぎちゃうとかね、まあ、本来でもあの VU メーターってあれ音量に対してついてるものではないと思ったけど、音量なのかな。おじの場合って昭和の時代のあのテクニクスのあのコンポとかね、ああいうやつにこう針のやつついてたんだけど、うちの姉貴があの確か高校入学以来でおじいちゃんに買ってもらったやつかな。でそれよく使ったんだけど、あれって確か音ちっちゃくても大きくてもこうやって触れていたんで、あれはなんかのその入力に対してその音量ではなくてその入力のそれに対してこう触れてると思うんで、そのボリュームを上げないと針が触れないっていうのは、これはなんか従来の VU メーターの取り付けとちょっと違うんじゃないかなって思うけど、どうなんでしょう。昔の量ね、覚えてる方結構いっぱいいると思うけど、違うかな。本当だから根本的に VU メーターの中華オーディオの VU メーターの付け方っていうのがちょっと違うのかもしれない、もしかしたら、ね。でおじはこの件についてあの抵抗変えたりなんなりして何かできないのっていうね、その相談をちょうどねしていたところだったんだよね。やっぱり無音が一部ある、あのリレーがあって勝手にね。でまあ他のメーカーのやつもこうカチカチが気になるとかそういうのもいっぱい見てきたけれども、やっぱりここら辺がね、オーディオマニアにとってみてはやっぱ致命的なことだよね、やっぱね。それでまあいろいろね、こうやってあのレビューを見ててね、あなるほどなと思ってまあ見てたんだけど、とりあえずこの間ね、数日前に店長さんに連絡した時に、その何かしらのもう不具合は解消しているっていう返事をもらったんだよ。で、じゃあこの VU メーターについてもね、あの改善済みなのかなと思ってね、確かそれで返事を来たと思うけど、全く別件だったらしくて、それで実はこの VU メーターについてはあの1ヶ月ぐらいかかりますよっていうことでね、まだまだちょっと時間がかかるらしい。じゃあ何の対策をしてるのと、多分そのリレーに関しての対策をしてると思うんだけど、今朝さっき店長にね、これどうなってますってね、まあおじいのチャンネルで、での報告はまだ一人目なんだけども、おじいがたまたま本当あの数日前にね、この窓橋さんとお話をしていて、いやこれ触れてねえけどっていうね、こんなに触れねえみたいな話してて、で店長にあの聞いたね、で話する前に先におじいがこの動画見てて全然触れてねえけどっつってね、あのそんな話を先に言ってたんで、ね。でやっぱりこの ST01 がこの仕様で回路で作ってるってことは、ノブサウンドの出ているこの VU メーターの付いてるものはほとんど同じ仕様でしょう、他のものもおそらくね。でおじいが紹介したの縦型のやつも、あれもあの時にスマホ全開でアンプも全開でちょっとこう触れてただけなんで、こうやって触れないんで、だからあれもね同じだと思うんだよ。であの時ね連続再生したけど、最初は確かにね、なんか飛んでたような、あれっておじい言ってたと思うんだけど、ちょっと飛んでたような気がするよね、確かね。だおそらくこれを縦にしたのがおじい紹介したやつかもしれないね。あの限りなくちょっと似ているので、またちょっと改めて見てみようかなと思うんだけどもね、まあ、どの道ね、今まであまりなかったものが出てきた新しいものっていうのはやっぱチャレンジだからね、そういうのがあるのかなと思います。
であとおじいがノブサウンドさんと知り合った時に一番最初に提供いただいたのが3万台半ばのねあのマンハッタンみたいなやつなんだけども、あれは VU メーターがねあの2つついてるんだね、右と左とね。であれもねあれは触れるんだけれども、見ててこれよりは触れると思うんだけど、この間来たのよりは触れると思うんだけど、ちょっともう一回見てみないとわからないけど、でもその触れはものすごい少ないなーっていうのは感じてたんだよね。ほんとね、確かに。なのでね、まあ、結構音を大きくして聞く方なんだけど、それでも触れがやっぱポン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 ね、こう触れてほしいよね、VUメーターはね。だから本当に些細な声だと思うんだよ、本当にね。まあ、そんな感じで、まあ、一応ね、おじいのチャンネルを見て、ね、このアンプを知って購入したよって方がね、いる限りは、うん、やっぱりそういう問題があったんだよっていうことを動画にしておかないと、ね。まあ、今回の方はね、買った後、おやと思ってレビューを見てみるって、普通、でも、まあ、普通、おじいにはありえないんだけどね、なんか、あっって思ったら、そのページを見たら、新製品で全くレビューがないとか1個2個しかないんだったら分かるけど、こんなに日にちが経ってレビューがいっぱいあって、それで買った後に親と思ってレビュー見るっていうのもね、本当は買う前に1回レビュー見た方がねいいと思うんだよ。本当に特におじいが紹介するものって新製品って結構多いよね。案件で紹介する半分ぐらいがまだこれから発売するとか発売直後とかね、そういったものが多いので、レビューもまだないものとかっていうのが結構あるんでね。なのでそういったものは購入するときにやっぱりレビューを見てみるっていう。で、Amazon って結構シャクラレビュー多いんで、あんまり参考にならないからそれ見ねえっていう人もまあいると思うけど、それを見抜く力っていうのはね、本物かどうか。そこのところもね、一緒かなと思います。で、あとは案件だと参考にならねえとかね、シャクラと一緒っていう人もいるけど、面白い人はもう見ないでくださいっていうね。どうせ普通のやつも見分けもつかない人だろうしね。そこの特に動画でさ、目の前の現実があるわけで、その目と現実の映像から何も感じるものがなかったらもう終わりだよねっていうねスペック比較で流される人だと思うから、まあそういう人は好きにしてっていう感じなんだけどね。まあいろいろあるけどもね、まあ、一応 ST01 はそういった不具合がありますよということなんで、とりあえず今のところはね、VU メーターの付いてるアンプは全般的にちょっと同じような傾向にあると思うので、注意した方が よろしいのではないかなと思いました。ね、今回の動画の趣旨はそこです。で、またノブサンドさんからね、改善したよっていう報告もらった時でね、また改めて動画にしたいなと思っております。ね、まあ、この VU メーターについては最低でも1ヶ月以上はかかるということで、このリレーの話はね、どうなのかな、おじいはまだ今回初めて視聴者だからね、ここで知ったので、これで ね、まあ本当致命的な欠点だよね、確かに、ね、そう思います、おじいみたいにね、アイドルバンドとかチャカチャカ聞いててもやっぱり5秒何秒かかかりますと、まあ、次の音楽があるまでに何秒かかかりますって、でもあんまり飽きすぎる、ああそっか、まああるのかな今の時代って、もうこうね、デジタルでどんどん隙間がなくなっちゃったからね、ほんと昔はね、昔話になっちゃうけど、あんまり曲と曲の合間って大体ね、でーんって終わったら次の曲行くまで大体1、2か1、2、3ぐらいなんだよね。5秒ぐらいっていうのはね、あんまりないと思うんだけど、長いからね。で、カセットテープにみんな録音するから、ターンって終わったらペッてこう切るでしょ。じゃあそこで一時停止にしておいて、で、またレコードを回して、ピー、プチッ、スー、スーって言って、カチッってこのタイミングで、なるべく間をあんまり空きすぎないように撮ってたような記憶がある。
で今度はオートリバースからクイックリバースっていうのがあってね、でそのクイックリバースの時はオートリバースよりもねちょっと反応が良かったんで、1曲目2曲目3曲目ってあって、1曲目と2曲目とかね、曲と曲の間が何秒以上経ったらくる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 って早送りしてくれる、次の 音が出てくるところを検知して再生してくれるっていう、そういう機能がねあったんだよ、クイックリバースっつってね。オートリバースっていうのはテープの最後までぐーって巻き切ったら、最後モロコン状態があってもぐるぐるぐるって全部巻き切ったら反対側にぐっぐっぐって再生するやつ。クイックリバースっていうのは一定の間隔があったら、曲と曲の間が間隔があったらスーッキュ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 ッダダダダダダーンってかってねやってくれるんだよ。でこれが一番最後のカセットテープの例えばねロック54とかに録音してて残り3分余っちゃったっていう時に、3分間オートリバースだと無録音状態3分間再生しないと反対側再生してくれないんだね、オートリバースは。でクイックリバースは曲が終わって数秒経って何も音がないと検知してキリ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 って最後まで巻き戻ってくれてガチャンつってこう再生してくれるから、だから待つ時間がものすごく短いっていうね、オートリバースからクイックリバースにね進化した、これすげえなと思ったんだね。それでただそのクイックリバースの場合のその致命的欠点があって、曲と曲がある場合、曲と曲の間がちょっと長い場合、この 1,2,3,4,5 で音楽始まるとしたら 1,2,3 で、あ、無録音出してキルキルっていくとギューって検知して飛び抜けちゃうから、ちょっと待って、ちょっと戻った、ここか、ここ、ここ、ここだ、バンバンバンって再生するんで、その通り過ぎて戻って通り過ぎて戻ってここだっつってちゃんと再生するのに何秒かかかるんで、だったらそのまんま再生無視して再生してくれた方が早かったじゃんっていうことがね結構いっぱいあったんだよ。だからそこのトラップに引っかからないように、その下手くそな録音ね、シングルを自分の好きなようにテープに入れる時に曲と曲の間が空きすぎちゃうとクイックリバースで反応しちゃうから、反応しないように短く撮ってたようなね、そんな記憶がある。なんかもうだいぶ昔なんだけどね。はい、そんなわけでね、まあこの音がなくなるとリレーが働いてオフになるっていうね、それもまあある種のまあセキュリティとかね、まあそういったものの類だと思うんだけども、おじいちゃんちょっと難しいことは分かんないけどもね、まあ良かれと思ったものが逆にそうやって致命的になってしまうっていう難しい問題だね、本当ね。まあうちのところにはね、おとといかな、視聴者様からピコンモンさんからね、ヘッドホンかな、なんか2つね、もう今現役で使ってるのと使わなくなったのがあってね、使うって感じでね、 ありがとうって感じで、で送っていただいて到着しております。ここのとこすげえバッタバッタして玄関こう荷物のテトリスになってるんで、今それクリアしてるともう大変で、とにかく今目がちゃんと見えなくなっちゃったんで、ゴールデンウィーク前から仕事の効率がすっごい悪くて、本当これぐらいの時間で済んだものがこんな時間かかってね、ちょっと生活に支障が出てるんで、今までの勢いでいろんなお話しながら受けてたものがバーッと一緒に来ちゃったんで、ちょっとね、困ったね、本当ね、まあ、今後どうしようと思ってね、ちょっと今すごい悩んでるのもあってね、今あるものをとにかく一回全部やっちゃわないとっていうね、だって届いたら1週間前後ぐらいでやるよってお話ししてるんでね、まあ、ちょっと参ったなと思って、ここら辺なんかもねドライバーがうまく入らなくて
あのまたテイク2とかねやり直しが結構多いんでね、まあ、その中に宿泊しておりました。でね、もうちょっとしたら、じっくりとなんか時間に追われて焦った状態で劣ってなんかねリラックスした状態で音楽を聴けないよね。いつもそうなんだよね。だから楽しいものは楽しみなものはリラックスできる時に開けてるんだよね、うん、こんな感じでまた何が来たのかちょっとすげえワクワクして、まだ開けるところから撮影するからいつもね開けないで我慢してるんだけどね、まあ楽しみです、ねうん、まあ、ピコモさんがね使っていたってことだからまあどんなものなんだろう気になるよね本当ね。ただ本当シードのどんな風に聞こえるかってねそうやって言ってはくれるんだけど、いやもうだってもう YA マーク2とね ST900 とかあそこら辺をひっくるめて基本の音とリスニングのいい音を聞いてるから、うーんそっからの違いってあと何があるのっていうね、おじいにはちょっと想像がつかない世界なんだけど、もうおじいが想像してるのはもう他のもの他のいろんなブランドものを何聞いても結局機械音になるとか、うん、なんかそれぐらいしか思い当たらなくて、まあでもまあいいものあるんだろうなってね、世の中ねすごいものあるからねいっぱいね、ただうん分かんない、ね、音の違いでこういうこれはこういう魅力があるよねとかこれはこういう特性があるよねって、まあ、確かにあるんだけれども、でも聞くジャンルによって使い分けってよく言うけど、その聞くジャンルってさそんなにいっぱいジャンルある、みんなクラシックしか聞かないよとかね、ポップしか聞かないよとかね、なんだっけあのヨウそのヨウみたいなのしか聞かないよとかね、いろいろあると思うんだけど、そんなにね種類は聞かないと思うんだよね本当。だからねやっぱり同じといろんな方向性があってもだいたい好みって決まってくるんじゃないかなと思うけどね、うん、まあ、どんな音だったら今の環境がさ YA マーク2とねだいたい基準で ST900 あればね、あとはもうそれを基準にして音大体何かしらね調整できるからね本当。ハードウェア的にいろいろリスニング向けになったりとかね、ちょっと、まあ、音のバランスが変わったりとか、まあ、ちょっと音が聞こえなくな滑らかになったりとかするのが、ね、V6 とかなんだっけ、数字のやつね、うん、になってくると思うんだけど、あとこの間ね久々オーテック聞いてみたけども、うん、悪い音ではないんだけどやっぱりどうしても機械音に聞こえてしまうね。耳ってね面白いし、耳のエイジングね、その音をちょっとしばらく聞いていないとまた耳がそのいつもの環境に耳って慣れてくるんだよね本当ね。だから耳が忘れるとかやっぱりその運動と同じでちょっとウォーミングアップが必要で、でないと聞く耳持たないっていうかその環境にないんだよね本当。だからいろんなイヤホンとかヘッドホンもこうやって聞いてもなんかST900 になって最初すっげーこもって聞こえて、だエイジングでそんな化けんのかなどうなのかなと思う、それも疑問なんだけど、最初何だこのこもってるやつと思ってねびっくりしたんだよ。もうこもりのおもちゃまで何これっつってね、これがモニターなのってこんなにこもってるってね。で聞いてるうちにエイジング進んだのかなんか分かんないけど、ちょっと聞いてるうちに音がすっげえ増えてきて、うわ多すぎだなんだこれっつってね、すげえ耳疲れるって感じになってきたんだね。でそれ以降はいつ聞いても音がすごいいっぱい聞こえるようになったんだけど、でもしばらく聞かないでいたら
やっぱりね同じような現象があったんだよ。でまたこうやってあのこうやって聞いてて音を聞かけてたらすげえいっぱい音が出てきたんだけど、人間のなんか神経というか脳というかね、ここら辺ってやっぱ機械とは違うんだなって、逆に改めて人間の能力の凄さってものをね、痛感したね。本当すごいなと思ってね。いい音悪い音を聞く時も本当その瞬間的にいきなりは分からない、ね、ちょっと聞き込んで耳を鳴らさないと分からないっていうね、まあ、そういうのを学んだね。音に関してはね面白いよね本当。はい、そんなわけでね、今日は雨がダーッと降ったけども今ね止んだかな、ね、ご飯買いに行けるかな。よかった。もう雨降ってると土砂降りだと車エンジンかけられないからボンネット開けてジャンプスターターつけてかけるんだけど、ジャンプスターターのバッテリーが今確か減ってきたからチャージしないと帰ってこれないことになるからねまあスーパーだったらエンジンかけっぱなしで行っちゃうんだけど、ね、マニュアルで汚い車だし価値がないし、しかもマニュアルだから盗まれないっていうね、そういう利点があります。はい、そんなわけで、まあ、一応ね、ドッコーデオさんの ST01 はね、まあ、ちょっとそういう報告があったので、検討していた方、ね、まあ、そのつもりでいてください。で、わかんないことがあればね、いつでも気軽に店長さんに、なんか質問すれば、いつでも答えてくれるんで、ね、まあ、気軽に質問するようにしてみてはいかがでしょうか。はい、そんなわけで終わりたいと思います。またね、バイバイ。